を一生懸命配達してます。そして客参戦に待ってるんですね。ちょっとこの辺のところですね、非常に、分かっていなかったわけですよ。そのためにですね、いろんなものをつけてつけて、どんどんつけて年取ったらば、もっとリッチなものを使わなきゃいけないというふうに思ってきたわけですね。だからそのようにしてね、お肌をねダメにするっていうね、いろんなものがあります。いっぱい使えば使うほど、化粧品の中ってね、非常にいろんなものが成分が入ってるんですよ。で、肌ってね、その成分がいるかっていうことなんです。栄養がいると思いますか？栄養いると思います。お肌に栄養いると思います。つけてます。つけてればいいね。だから栄養クリームつけてればいいよね。栄養ね、つけてますよね。じゃあここはいらないの？同じ肌じゃないですか。ここつけてます？全部はい、全部つけてます。こことなしように、いや、同じようにはつけてないですけど、乾燥しないようにとか、乾燥しないようにこっちもつけてない。1個だけつけてない。こっちほどはつけてない、つけてないね。やっぱそれもちょっと原因がありますね。だけどもここって何本もつけてる人多いじゃないですか。で、半年経ったらまた食べちゃう、また入れる。そうするとすっかりこの代謝がダメになっちゃうってことなんですね。だから、肌に異物を入れてはいけないということなんですね。だからいろんな異物が入ります。化粧品の中に異物がいっぱいあります。そういうものがここに入ってはいけないよって、ここしまってるんですからね。肌って全部入れないために弱酸性